Hello everyone, this is Motti. 皆さんこんにちは、モッティです。はい、今日は私モッティがなんと生まれて初めて断捨離をしましたので、その様子を紹介します。そもそも私はとにかくもったいないお化けに取りつかれてるって言ってもいいかもしれません。まだ使えるものだったり状態の良いものをとにかく捨てることができない性分なんですね。当然のことながら家の中は物が多くて、もとにかく自分専用のスペースまずいです。ご覧の通り、すぐに服がぎゅうぎゅうになっちゃって山積みになり、最後は流れ状態ですね。はい、そこで断捨離ステップ1ということで、最初にモッティが始めたのは、もうとにかくありとあらゆる服を広いスペースに出すことです。ワードローブの中にあった帽子やカバンもとにかく全部出します。はい、こんなスペースがあったんですね。これまでの、作業時間約55分、小1時間かかりましたね。まあ、とにかく全部出し切りました。はい、このようにもとにかく出し切った後、もう時間的に第2弾というか夜に入ってますけども、ステップ2、次にやることは、いらないものというか使わないものですね、もしくは着ないものをと、まだ着たいもの、まだ使うものを塗り分ける作業です。これが結構かかって、合計なんと5時間20分で、ようやくこんな感じですね。はい、使わないものであったり、まだ着るものであったりっていうのをこう寄り分けていきました。で、そこからさらに時間をかけてトータル8時間以上、はい、捨てるものは意外と少なかったですね。そしてこっちに今分けておいたのが、これは、寄付に出すものですね。こうやって見るとそんなに多くないようにも見えるんですけれども、はい、洋服とか結構山積みになっています。はい、この作業はちょっと1日ではできなかったので、実際には3日間に分けて、はい、作業をしました。そして、はい、あの雪崩の起きていたワードローブがこんな感じですね。まだ物はやっぱりかなり多いんですけれども、はい、まだ着るかなと思ったもの、まだ着たいなと思ったものを残して整理しました。はい、こんな感じです。はい、そしてステップ3として行ったのは、寄付する服とかをですね、こんな感じで、はい、ゴミ袋に、入れて、一つ一つですね、ちょっとセンキューといったメモをつけて、はい、他のワードローブのスペース、こんな好き好きになりました。初めての断捨離、大成功じゃないでしょうか。イエス。